ミュージカルのいいところを取り入れようと試行錯誤した結果、良くなったのかもしれません。はい、演技に関するものならジャンルにこだわらず見ようと思いまして。もちろんです、私のやっている演劇とはまた違った側面があって毎回見入ってしまいます。でも一番参考になるのはやっぱり歌ですね。しっかりと感情を乗せて役のセリフ代わりにするんですもの。本当にすごいです。勉強のために見ていてもぐっと引き込まれて夢中になってしまって、私ももっと頑張らなければといつも思うんです。そうでしょうか、役立つものを取り入れないのはもったいないじゃありませんか。それは間違いないと思います。ぜひ見て損はないですよ。はい、私の大好きな劇団の演目はどれもみんなおすすめです。かなりハマってしまって、実はファンクラブにまで入っちゃいました。はい、感激の上での優遇はもちろんなんですが、公式サイトの充実ぶりが素晴らしいんですよ。役者さんのインタビューや稽古の様子がたくさん載ってるんです。それに皆さん持ち回りでブログを更新していて、何気ない日常の出来事やオフショットを公開してくれてるんです。いつも時間を忘れて見ちゃうんですよねそうなんです。私がですか？でも私に何ができるのでしょうか。私の日常なんて見ても楽しいものではないでしょうし。そうでしょうか、私のことも知りたいと思ってもらえるでしょうか。わかりました。でも作るのであれば、ファンクラブに入ってくれる方に私ならではのお返しをしたいんです。それを考えたいので少しお時間をもらえませんか。はい、